以前勤めてた先を退職して、で、あのハローワークがやってる職業訓練でこちらに半年間あの来ることになって、で、まあ冬の間だったんですが、それでまあ面白いなと、よりあの面白いなと思って、で結構あのいろんな可能性があるとあの思ったので、まあ、もう1年間今チャレンジファームでやってみようかなと思って今、はい、夏野菜、まあとりあえず4月から始まって、まあ、春夏の野菜の収穫調整とかですね。あとはあの、座学で果樹だったり、あとは病害虫に関しての知識だったり、あとは土に関してのことだったり、いろいろあのなんていうんですか、いろんな方向から学んでます。基本的なことをそうですね。はい。土ですかね。なんかこう農業ってあの何こう肥料まいて種まいてで、まあ、育つのは育つと思うんですけど、この土の作り方で全部が変わってくるっていうのが、うん、思ったというか、そのここで学んで分かって、でその何土作りにしても、その土の中のいろんな虫、まあ、中と外といろいろですけど、虫だったりその細菌だったりっていう本当にちっちゃいところからその作っていくっていうことがすごい大切なんだなと思って、でだから今のその観光農業って言われてるところに、まあ、ちょっと疑問を感じて、で農薬まけば虫はいなくなると思うんですけど、じゃなくてもうちょっとこうなんか自然の循環を自分で作ることができれば、そんなに農薬いらないのかなと思って、うん、ね、方向性としてもちょっとそういう、そうですね、うん、思えることはもう全体的に成長したなと思いますね。あの野菜に関しての知識もそうだし、こう例えばキュウリ一つにしても、キュウリってただキュウリだけじゃなくて、キュウリの中にもいろんな品種があったりとか、それでこう例えばイボアリのキュウリとか、ナシのキュウリとか、あのブルームがつくキュウリとかって、こういろんな種類があるっていうことも分かったし、あとは何ですかね、なんかその農業の奥深さが、うん、もうなんか突っ込んでも突っ込んでも突っ込みきれないなっていうのが、うん、ありますね。どういう仲間たち、それぞれなんか目指してる方向性は違ってたりするんですけど、その中でもそのいろんな情報があって、それぞれの考えがあって、でそういうのをこうなんかなんていうんですか、話し合ったり、はい、知ることもね、できるし、うんうん、その後は、まあとりあえず、青年収納給付金を生かして、で、土地がちょっとまだ、うん、いくつかの候補あるんですけど、まあそのいずれかで、で、できれば、その、不耕起栽培、耕起をしない、はい、うん、何もしない。耕起、あの、あ機械で、うん、そうですそうです、はいはい、にもなんか挑戦してみたいなと、はい、人は、はい、
どっか就職されたり、農業法人に就職されたりとか、まあ、例えば、なんかこう、まあ、例えばですけど、ご実家で農業をあれでやるとか、うん、なんかそういうのは卒業後っていうのはなんか考えてらっしゃるんですか？とりあえず農業法人の就職っていうのは考えてないんですよ。はいはいはい。はい、で、だから、まあ、自分でやるっていう、実家っていうかその、自宅が農家ではないので、はい、で、おばあちゃんが、まあ、今多少農業してるぐらいで、うん、だからで土地が余ってるのでその土地を生かすか、はい、もしくはその知り合いの方に、はい、なんか辞めようかなっていう人がいるんですよ。あ、農業、うんうん、だからそこを譲ってもらおうかな、はい、なるほど。いろんな選択肢が、まあ、一つ二つあるな、はい、うん、でまあその時の状況を見て、うん、はい、ただまあ将来的にはどのような、うん、形で農業と携わると考えてますか？将来的には、はい、まあ、なんていうんですか、今ちょっと考えてるのが、野菜って A 品 B 品で分けられて、その規格があるじゃないですか、はい、でその見た目が綺麗なものしか市場に出回らないので、で別にちょっと傷ついてようが何しようが味は変わらないし、物は一緒なので、そういうのを買わないっていう、その今のなんか流れを変えていきたいなっていうふうには思ってます。作り手として。はい。